続いての1枚はですね、ムタンチス。ムタンチス・イセルス・コメントス・ヌ・パイス・ド・バウレッツ。バウレッツ。はい。ムタンチスはですね、まあ、ヒタリーとアルナルド・バプチスタ、セルジオ・ジーアスの3人で活動してたんですけど、まあ、今回のアルバムはリミーニャとジーニョが加わったあの5人編成の時期のものですね。さらにはデビューからアレンジやグループの方向性をこ うまく誘導していたホジェル・ド・プラの手から完全に離れて、ちょっとグループがプログレ志向になってきた、こう兆候を感じる作品ですね。実はこの年、公私ともにパートナーだったアルナルドとヒタリーの破局によって、まあ、ヒタリーはムタンチスからこう脱退させられてしまってるんですね。一応アルナルドはこうバンドの方向性を考えた時に、まあ、ヒタリーは楽器の才能がないから、まあ脱退してもらったって話してるんですけど、まあ、真相は謎です。なので、まあ、ヒタリー最後のムタンチスでのアルバムということになります。まあ、このアルバムの中で最もヒットしているのはバラード・ド・ローコ、あの狂い者のバラードですかね、なんですけど、まあ、これを聞くとちょっと奇抜に見えがちなムタンチスも実はすごくメロディー重視だったんだなって納得できる、曲ですね。ちなみにこのバウレッツっていうのはムタンチスの友人であったチンマイヤがマリハノの葉っぱをこうタバコにしたもの呼ぶときに使っていた通称だそうです。次はこちら、エラズモ・カルロスのソーニュス・イ・メモリウス。ブラジルで王と呼ばれるのはペレと、あの歌手のホベルト・カルロスなんですけど、そのホベルト・カルロスの共作者として知られてエラズモ・カルロスですね。それまで あのジョベン・グアルダのスタイル、まあ、ブラジルのロックの、まあ、スタイルがちょっとだんだん下火になってったってこともあるんですけど、まあ、エラズモ本人は、ホベルト・カルロス以外にも、まあ、チンマイヤとか、ジョルジ・ベンとも、まあ、交流があったってこともあり、ソウルや、サンバホッキーって言われるサンバとロックを融合したスタイルっていうのもうまく手掛けることが、できているんですね。でエラズモとかあのホベルト・カルロスって、まあ、ブラジルですごい人気があるんですけど、まあ、日本ではあんまりこう評価されていない、あんまりこう知られていないんですね。まあ、ちょっとロック色が強いのが抵抗があるっていう方はあのぜひ一度ですね、あのナラレオンが彼らの曲のみを収録したアルバム「イキトドマイズバープルインフェルノ」っていうアルバムを、出してるので、ぜひこちらを最初に聴いてみていただければなと思います。続いての2枚はちょっと一緒に紹介したいと思います。カエタノ・ベローゾの「トランザ」とジルベート・ジウの「エクスプレッソ・ドイス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 」。この2枚一緒に紹介するのはですね、あのカエタノとジルといえばあのトロピカリアのムーブメントを起こした、まあ、中心的な人物なんですけど、軍事政権時代に、まあ、軍部に目をつけられて一度拘束されてるんです。で、まあ、1969年に亡命することになってしまうんですね。でそれと同時に、まあ、トロピカリアは自然にこう解散状態となるんですけど、亡命先のロンドンからブラジルに帰国して発表されたのがこの2枚なんです。これを聞くと、まあ、彼らの勢いとか精神っていうのはこう消滅していなかったんだなっていうのを感じます。特にカエターノは亡命中ブラジルに帰りたくて仕方がなかったようなので、まあ、英語で歌う曲もあるんですけど、まあ、ブラジルらしさっていうのをこ うまくこう自然に取り入れてるんですね。でこの作品でこうブラジル人的な解釈みたいなものがこう一気にこう満開になった感じがします。カエターノ本人も、まあ、一番気に入ってるアルバムだって、インタビューで答えてますね。で一方でジウベートジウの方なんですけど、結構ロンドンでの生活を満喫していたみたいなんですね。でもやっぱりブラジルに戻りたくて戻って、自分の故郷の音楽文化を自分の解釈で表現したいっていうその強い気持ちがこうバーンと現れたのが今回のこのアルバムだと思います。ジャケットはこう息子のペドロジウですね。でこのアルバム1曲目からあのいきなり北東部で演奏されるピファノっていうあの笛の合奏が聞けます。他にもですね、ジャクソンのパンデーロが歌った曲とか、まあ、北東部の象徴的なものをすごく感じますね。
私的に面白いなと思うのは、あのエリー・エオっていう、あの彼と僕っていう曲があるんですけど、これジューが変えたのと自分のことを歌った曲なんですね。変えたのは合理的でちょっと落ち着きがないのに対して、ジューは結構穏やかなタイプで、まあ、お二人は結構正反対な感じなんですけど、まあ、それがこういいバランスを保ってるのか、まあ、今でもすごくいいあのお友達でいるみたいです。最後にご紹介するのがこちら、エリス・ヘジーナのエリス。あのこれですね、エリスがすごく大変だった頃のアルバムなんですね。エリスはブラジルで大成功して、まあ、ヨーロッパにツアーに行くんですけど、その時にこうポロッとこぼした反軍事政権的な発言のせいで、まあ、ブラジルに戻ってきたら軍部に目をつけられてしまうんですね。でエリスは息子や、まあ、自身のこう命の危険っていうのもこう感じ始めるようになって、軍部のイベントで半分強制的に歌わされて、でその部分だけがこうニュースで放送されてしまったことによって、まあ、国民からちょっとこう勘違いされて非難をされていた頃です。でプロデューサーにあのロベルト・メネスカルを迎えて、まあ、新しい風を吹かせたいということで、そこにこうすごくタイミングよく現れたのが、まあ、セザル・カマルゴ・マリアーノだったわけですけど、まあ、セザルは優秀なピアニストで、まあ、テレビ局とかでアレンジャーをしてたんですね。でエリスはプライベートでも、まあ、彼に惚れ込んでしまうわけです。で後に2人はあの結婚してますね。でセザルをアレンジャーに迎えて、まあ、選曲もこうガラリと変わったわけです。まあ、ジョアン・ボスコとアルジル・ブランキの曲とか、この年に出たクルービ・ダイスキーナの曲も、まあ、2曲収録されています。あとはファギネルとかベルキオールとか新しい作曲家の曲をどんどん採用して、ちょっとサウンドもちょっと変わってますね。世界的にはこのアルバムは、アグアジマルソが初めて収録されたものとしても紹介されがちなんですけど、ブラジルでとっても人気になったのはカーザのカンポっていう曲なんですね。当時ブラジル人はこの曲聴いて涙したと言われています。で曲はざっくりお話しすると、まあ、田舎の家に住んで静かに曲を書いたり、まあ、友達とか本レコードと平和に暮らしたいっていう曲なんですけど、まあ、若者もまあ軍事政権でこう先が見えない生活っていうのをしていましたし、エリスもまあ軍部からの圧力でまあ身の危険を感じたりとか、ニュースの報道でですね、まあ、国民から叩かれたり、あのプライベートではホナルド・ボスコリとの結婚生活が破綻して、まあ、とにかく平和に静かに暮らしたいっていう気持ちがこう曲と重なったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、このアルバムの中で一番エリスの自然な声が聞ける作品だと思います。ということでここまで10枚ご紹介したんですけど、最後にですね、私自身のおすすめももう1枚入れたいと思います。こちらドリカイミのドリカイミ。ドリカイミはあのドリバルカイミ の息子としても知られてるんですけど、まあ、ドリはですね独特な声質の持ち主で、まあ、曲もこうあまり万人受けするタイプではないんですけど、ハーモニーの美しさで言ったらこの人が作る曲はズバ抜けてます。これまでご紹介したレコードの感じを聞いていただくと分かると思うんですけど、70年代はあのすでにエレキギターの使用とか、あの欧米のロックとかファンクとかそういった要素を取り入れるのは一般的な感じになってきた、むしろそっちの方がちょっと人気があるっていう時代の中で、こうドリカイミはこう50年代頃からこう続くトラディショナルな感じのアレンジの美しさっていうのをずっと貫いてる方なんですね。こう今でもそういうスタイルですし、やっぱりこうブラジルのギターの美しさっていう意味ではドリカイミとかあの銀河っていうのは本当にもうズバ抜けてると思います。なのでぜひこの1枚も聴いていただきたいと思います。今回ご紹介したアルバムは、リンク貼っておきますのでぜひ、聴いてみてください。ご視聴ありがとうございました。